みなさんどうもこんにちは。みなこファミリー TV のみなこです。しゅうです。れんとです。ゆずです。こゆきです。せーの、イエーイ。今日は9月の18日今日は何の日だ。つるつる、つるつる、つるつるの日、正解です。1971年の9月の18日に世界初カップヌードルが発売された日です。それがこのカップヌードルなんです。すごいですね。50周年ですよ。50周年。じゃあおかんが生まれてる。おかんは生まれてるね。10歳だ。皆さん、このカップヌードル50周年記念でこんなものが発売されてるの知ってますか？じゃじゃじゃーん。出てる。そうです。チルチルはチルチルでも、見てこれパッケージがどうやらなんか様子がおかしいでしょ。様子がおかしいぞ。様子がおかしいでしょ。あれ、なんか半分半分になってるでしょ。あれ、なんかちょっと印刷間違えたのかのような感じ。そうでしょ。印刷は間違いではございません。これはですね、なんと合体シリーズなの。合体シリーズ混ぜるとうまい。そう、こちらはチーズカレーとチリトマトの合体、カフードとカレーの合体、豚骨と味噌の合体、塩とカップヌードルの合体という4種類が今発売されてるんですけど、これはもうなんか有名な一流のシェフが考えて作ったものらしいので、絶対美味しいのは確実です。というわけで、こちらにある8種類の、ラーメンの中でどの組み合わせが一番うまいのか、この合体シリーズで出ているもの以外にも実は美味しい組み合わせがあるのではないか、ちょっと検証していきたいと思います。実はね、この辛麺というものもあるんだけど、ちびちゃんたちはちょっと辛いので一旦避けておきましょう。じゃあまず塩ヌードル、塩かけるヌードルね。ほぼノーマルっすね。ほぼノーマルね。蓋が2つついてんだ。蓋がね、なんか変わったよね。ここ2つある。ダブル止めって書いてあったよ。これは豚素、旨辛ラー油。これはちびちゃん食べられないから各自だね。お、中身はこんな感じ。うん、なんか美味しそうなんですよ。次はシーフードとカレー。あれ、シーフードとカレーあるね。あ、シーフードか。本当だ。あ、でもポテトもあるね。あ、匂いはカレーよ。これチーズカレーとチリトマト。カップヌードルを待ってる時間は合唱タイム。おー、赤い、赤いけどチーズ入ってる。匂いはね、分かんない。カレーなのかチリトマトなのかちょっと分かんない。はい、暑いの行くのでおとなしくしてください。塩と普通のノーマルいかない。え、これ塩と普通のノーマル、うん、わお。塩と普通のノーマル。じゃあちょっと開けてみますよ。ほら、じゃじゃーん。でもなんか普通のカップヌードルな感じがする。匂い匂い。わあ、いい匂い。塩と、はいはいはい。いただきます。うん。なんか塩って感じ。なんか。
ノーマルと言われても分かんないか、うん、ノーマルの味しかしない、うん、塩をちょっと入れた感じ、一つまみか二つまみ入れた、分かんねえんだろじゃあ次豚足いきます。豚足、豚足、うま辛豚骨&味噌、ベベベベンとこんな感じ、ちょっと辛味成分が入ってるのかもしれない、あ、なんか辛いやつ、辛くはないと思う、でもあのうま辛ラー油がついていますので、ね、うま辛ラー油やってもいいと思います。イエイ、お味噌汁がいっぱい飲みたい。お味噌汁ではございませんね、お汁を飲みたい。豚足、豚足いただきます。ラー油かけたい。ラー油、これはうま辛ラー油どうぞ。あ、なんか味噌って感じ。じゃあちょっと半分ちょうだい。うん、まあ、ちょっとピリッとするかもしれない、ちょびっとだけね。カンカソで言ったらそう、うん、そうかな。でも全然美味しい、すごい美味しかった。混ぜて正解だと思いますか。うん、でも美味しい。シーフードヌードルとカレー。具はシーフードの具あるよね、カニカマとかあるから。でもなんかほらちょっとカレー、でも白いカレーみたいな。匂い、匂い。はい、じゃあ行きましょう。この子たちさ、あんまりさカップラーメン買わないからさ、めちゃめちゃ食いつきがいいじゃん久しぶりのカップラーメンに食いつき良すぎ。美味しいんだもん。美味しいよね。半年ぐらい食べてないんじゃん。そうだね。別にシーフードだったらさ、1週間ぐらい食べても飽きないかもしれない。1週間連続、すごいね。朝昼晩カレー、いただきます。カレーも、本当だ、見た目もカレーじゃん。お、ねえ、カレーってさ、うん、ちょっとさ、濃くてさ、ちょっとピリってするじゃん、うん、全然しない。あ、そう、いただきます。全然薄いなみたいな。うん、薄まった。なんか一口目シーフードなの、でもカレーの匂いがパッとくる、うん、入れた瞬間シーフードの感じ、あ、シーフード食べてるわーっていう。めっちゃ最初から感じずっとカレーだわ、うん、だから一緒もずっとカレーだわ薄いカレー。まあこれ多分あれだ、具がシーフードだな。普通に美味しい。でもこれはとても美味しい。さあ続いてこちら、チーズカレーとチリトマトは見て赤い、絶対うまい。それ赤いということは辛いのかなと思うでしょう。辛いチーズ、これって辛くないんじゃないの、これチーズ、うん、これはチーズパウダーだって、美味しそう。うんチリトマトも絶対粉チーズあるじゃん。だってチリトマトってさ、イタリアンな感じでしょ。それにまたチーズだったらうまいんじゃない。別にこんなこういう料理ありそう。ありそうだね。結構なんかあのちょっと他のものよりもドロッとしてるかもしれないね。ありがとう。匂いかなりね。トマト、トマトとチーズ、いただきます。ね、うん、トマトとチーズって感じ。カレーはあんまないかもしれない。やったからちょっとだけ。そうだね、カレーどっか行ったかもしれない。カレー美味しい。でもこれ1位だな、うん、これうまい、うん、これ社内人気ナンバーワンだって、うん、この会社の中で人気ナンバーワンだって。1位でしたか。1位はそうね、私はこのチーズカレーとチリトマトだったけど、ひーちゃんは私もそれが1位か。一緒にもそれが1位で、シーフードとカレーが、レントは誰だった。え、あのこれの1個前に食べたやつ、シーフードとカレーだ、うん。
というわけでみんなさ、この8種類の中からこれ足すこれってうまいんじゃないって思うものをちょっと言ってってくれる？この合体シリーズで出てるもの以外に。はい、はい、どうぞ。豚骨とカレー。豚骨カレー。カレーはこのチーズカレーなのか普通のカレーなのか。チーズカレー。チーズカレーなのね。うん、私ね、シーフード豚骨はうまいよね絶対。うん、多分ノーマルってどういう味？ノーマルはノーマル、普通のカップヌードルの味よ。醤油なのかな。シーフードがノーマルかと思ってた。ちなみにみんなが好きなのってどれなんですか？うちの子はみんなねシーフードなんだよね。じゃあなんかカップラーメン食べたいって言うとなんかシーフードをこれ買うね。うん、はい、というわけでみんなでちょっと話し合った結果、このこちらの8種類が候補として出たんですけれども、この中でさ、この合体シリーズ、この4種類を抜ける味が出てくるのか。はい、じゃあまず最初、塩シーフードやってみます。塩とシーフード。あ、大丈夫。おなら出たわ。なんでやねん。おなら出た。待ってくださいね、ゆずちゃんどうぞ。じゃあわしさ、スープ入れていく。じゃあわしはこの塩のスープ入れていきます。一杯ね、一杯ずつね。いい、一杯ずつ。分かった。2杯入れない。ちょっとこれ食べてみたい。おー、オッケー。塩シーフード検証開始。いただきます。塩とシーフードってやっぱちょっと似てるのかも。で、塩はこのバジルのちょっと味とブラックペッパーの味が入ってるから、なんかよりなんかシーフードって感じ。ね、うまい。変わんない？ん？変わらなかった。あんまり変わらない。確かに、なんかこれといって変化はそんなないかも。ゆずさん、1番。どう？まあ、なんかそう、おいしい。おいしい。なんかいつものシーフードヌードルに、うん、塩を一つま入れた感じ。なるほどね。まあ、正直本当にそうなの、入れたがそんなにって感じだよね。そんなに変化はないかなって感じ。はい、次いくよ。次チリトマトいくでー。一つまみ入れたがるよね、塩。一つまみ入れたがる。あ、かわいい。かわいい。たらーん、かわいい。はい。あ、そういうことね。ね、猫ちゃんの耳になってね。あら。あら、かわいい。お、たまらら。かわいい。辛い、辛い。辛かった？ありがとう。塩とチリトマトいきまーす。いただきます。いただきます。うん。これもチリトマトだわ。うん。この塩はそんなに主張しないチリトマト。これはもうチリトマトになったね。というわけで。塩カレー行こうと思ってたけど、やめます。もう塩は優しい。トマト美味しい。多分カレーになる。次行こう。チリトマト豚骨です。チリトマト豚骨いきます。豚骨、はい、チリトマト、はいはいはい、
さあ、というわけで次はチリトマト豚骨です。いただきます。はい、いただきます。美味しいって感じ。全部美味しいよ。美味しいなって思っての感じ。どう美味しい？別に美味しいって感じ。ただなんか何の味かが分からんくなった。豚骨なのか、でもトマトの味はするし、でもなんか美味しいし。喧嘩はしてないんですか？別に喧嘩してるわけでもないもんね。でもなんか美味しい。仲良くしてる。じゃあもうどんどん行こう。じゃあ次、シーフード豚骨。シーフード豚骨。うん。はい。シーフードと豚骨。うん、本当ブイヨン、スープ入れる。なんとね、今ね、6分目くらい。これなんかお肉、あ、ピーマン、ピーマン、みんなこの謎肉はいるか。マミーマミー、シーフード豚骨いただきます。食べる、おめか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 食べる、お肉おいしい、おめか食べる、うまいか食べる。割り箸の味する。食べたことあるの？わかる気がする。なんて？割り箸。あの食べた顔、食べて最初の顔なんかなんか気なのよね。よくわかんない味するこれ。あんま好きじゃない。怪しいってなんか。なんでだろうね。割り箸だよね。割り箸だね。これはダメだわ。これはあんまおすすめしないからね。木の香りを楽しみたい方はやってみるといいかもしれない。そうだね。そんな人いるの？豚骨チーズカレーです。豚骨はね、結構厄介なのかもしれない。いってらっしゃいマミー。で、チーズカレーだ。いってらっしゃいマミー。はい、どう、いってらっしゃいマミー。豚骨チーズカレー、はい、Thank you。 豚骨入れてなかった。何？ポッコのはある？じゃあいただきます。チーズだ、チーズだ。普通にカレーのチーズだ。なるほどね。チーズカレーうまい。これもチーズカレーの勝利だな。私も。次、チーズカレーと味噌です。味噌ね。ビョン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 。はい、レント。はい、うん、食べないの？いいですよ。食べるよ。カレー味、カレー味か味噌味か。カレー、はい、カレー味。もう麺にさ、それカレーついてるからさ、スープ味噌だけでいいんじゃないかな。そうね、染み込んでるよ、きっと。染み込んでるよね。チーズカレー味噌。味噌ノーマルだね。味噌ノーマル。ラストですか？ラストです。いいよ。ありがとう。
味噌ノーマルね。味噌ノーマル。ラスト味噌ノーマルです。味噌ノーマルいただきます。捕まえたよ。虫。虫捕まえた。味噌濃いね。めっちゃ味噌濃い。水。味噌汁。どうしてさっきのカレーチーズで消えたのかわかんないぐらい濃い。そうだよね。はい、というわけでみんな食べ終わりました。みんな各自ちょっと考えてもらえたかな？うん。はい。というわけで。じゃあ合体シリーズに勝てそうな組み合わせはあったのか、まあ、この中で今食べた中で一番いけそうな一番おいしいかチリトマトとチリトマト豚骨。はい、どうぞ。はい、豚骨とチーズカレー。豚骨とチーズカレー。私はチリトマト豚骨。はい、一緒だね。でもチリトマトチーズカレーが一番うまい。でもシーフードだよねやっぱり、うん、でもやっぱりシーフードだよ。シーフードが美味しい。シーフードは最強なんだけど混ぜちゃいけない。そう、混ぜちゃいけない。混ぜるのは危険ってやつよね。そういうやつだけど、やっぱりシーフード最強説は美味しいね。使えらないわ。さあ、というわけでカップヌードル50周年記念ということで我が家も合体シリーズを、企画してみました。考えてみた結果、やはりシェフ、有名なシェフが考えた合体シリーズには勝てなかったですけれども、まあ到底及ばないけれども、まあいけるかなと思ったのはチリトマト豚骨でした。というわけで皆さんもね、カップヌードル50周年記念ということでカップヌードル食べてみてください。それでは皆さん、またね。やっぱりシーフードー。